し、なんかキラキラとかね、パッと見のイメージは、面白かったです、大変見応えがありすぎて、はい、ちょっと今言葉を失ってしまったんですけれども、すごい夜景とのコラボですけど、キラキラくらいで言ったら宝塚歌劇の圧勝っていう感じが、いや本当に素晴らしい、このような夜景とともに宝塚を見れるなんて、こんな贅沢はないなと思いました。ちょっとすごかったですね。すごかったです。自身の姿とあと素敵なコメントはいかがでしたか？いやもうね、本当に皆様お優しくって歓声をいただき嬉しい限りです。これでも見に来てた方も、宝塚知らない方も、あ、宝塚ってこういうことなんだっていうことが、今の宝塚もね、よく分かっていただけるような構成で素晴らしかったかと思いますが、さあ今回はですね、特別にスカイツリーカフェよりコラボメニューというのがございまして、それを今からこちらに出してまいりますので、よろしければ若狭さんにも何かどれかを召し上がっていただきたいと、思うんですが、あーなんかちょっと興奮さめやらぬ感じで、じゃあ持ってきていただいて、はい、大丈夫です。はい、すごかったですね。とても楽しかったです。あの各組一緒にやってらっしゃると、なかなか全部の組をね、そうですね、ご覧になることができないので、はい、贅沢ですね。これはこれは贅沢でしたね。すごい。あ、はい、そして今コラボメニューが並んでおりまして、限定スペシャルカフェメニューは4種類ございます、5人の宝塚のトップスターと空からちゃんの夢の共演をイメージしました。こちらですね、はい、こちらがですね、宝塚5 with 空からちゃんというメニューでございます。そして限定タイアップ企画を記念して作られたイベントオリジナルロゴをカフェライマスター、カフェライマスターと言っておりましたカフェラテですね。カフェオリ、あ、ちゃんと空組バージョンになっております。すごい。これね、ちょっと見にくいかもしれないですが、ぜひカフェに行って、ご自身の方で確かめてみていただきたいですが。ここを撮ってほしいですね。そうそう、カフェオレのね、上に、ちゃんとあの、各組の、なんていうんですかね、こう、かわいいです。ちゃんとシールみたいなのが貼ったところに、もちろんお飲みいただける形になっています。はい、こちら、宝塚の休日というタイトルがついています。そして伝統的でエネルギッシュな宝塚歌劇をイメージしたメニュー、優しさと情熱の間。こちら優しさと情熱の間、はい、なるほど、はい、甘辛な感じなんですね。そうですね、きっとね、はい、そして華やかなフルーツをたっぷり使いましたスパークリングジュースのスミレ協奏曲、はい、こちらとなっておりますが、はい、やっぱりあの空組トップスターでいらっしゃいますので、紫かなというのにスミレ協奏曲を、そうですね、はい、ご支援していただいてもよろしいでしょうか。はい、わかりました、いただきます。はあ、すごいですね、フルーツが上に、スパークリング、かわいいお色でね、え、素敵ですね、炭酸が、はい、効いていて甘くてレモンの香りがしてすごく美味しいです。はあ、これなんか時間がね、来ると、だんだんこう紫色が濃くなってくるという話も、なるほど、出てきてですね、あるということですので、スパークリングカラーでいいですね。はい、そうですね、ぜひ、はい、またあのこれコンプリートしていただいて、はい、はい、私はコンプリート実はしたんです。したんですね。え、でこの情熱と何でしたっけ、もう名前も怪しい優しさと情熱、これはどんな話だったんですか。これはですね、あの上にここに乗っている、はい、このソーセージもろもろがちょっとスパイシーなんです、はい、あ、なるほど、こちらスパイシー、はい、それに、はい、このアボカドやこのマンゴーが優しさを、あ、なるほど、与えてくれるという、はい、美味しかったです、大変に。で、これ食べ応えがありそうな一品ですよね、はい、これもすごく可愛くって、はい、各組のね、色を本当ですね、はい、あと星組さんは星となって登場しているとそうですね、いうものでございまして、はい、ぜひ皆様も挑戦してみていただければと思います、はい。さて、いろいろとお話をしている間に、そろそろトークショーもお開きの時間が近づいてきてしまいました、はい、今ね、お稽古中でいらっしゃるにもかかわらず、今日こうして足を運びくださいました真風さんですが、いよいよですね、はい、お披露目公演。そうなんです。どうですか、お稽古は今どんな感じですか。いや、お稽古は大変頑張っております、みんなで、お芝居の方は、篠原先生の空は赤い川のほとりという漫画を元にして、小柳先生の演出で、今、
絶賛お稽古中でやっているんですけれども、はい、もう古代オリエント帝国ですね、立体と帝国がテーマでございます、ね、お衣装とか、そうなんです、ポスターも本当に素敵ですけれども、かわいい、久しぶりのコスチュームで、はい、マントをつけたり、剣をつけたり、戦ったりしてるんですけども、あの いい感じにこう筋肉痛でございまして、はい、久々のテイスト感に、はい、いろいろアーティブなコーデをやってますし、ショーの方にも。シトラスの風をそうですねさせていただくので、もうそちらは本当に空組の代名詞と言っても過言ではないショーなので、本当にこうその式典で吉月さんとご一緒させていただいて、改めて自分がそのショーをこんな記念すべき年にお披露目でやらせていただけるんだなと、本当にありがたい気持ちでお稽古に励んでおります。あの明日のエナジー、はい、吉月さんからアドバイスを、はい、なんかいただいたお稽古を見に来ていただいたって聞きましたけれども、はい、お稽古場に来ていただいて、はい、あの歌い方だったり振りの細かい部分だったり、あの手取り足取り教えていただき、すごいことだなとかみしめております。本当に楽しみな公演が3月の16日ですよ、もう初日、はい、そうなんですよ、ドキドキします、私どももドキドキしながら舞台を拝見させていただきたいと思います。3月16日から4月23日まで、兵庫県の宝塚大劇場で空組お披露目公演です。東京は5月11日から6月17日までの上演となっております。ぜひ皆様足を運んで、この今日生でね、若狭さんがこんな至近距離で見られることないですから、よろしくお願いします。本当にこの見た時のドキドキを忘れず、劇場でも応援をしていただければと思います。でさて、ここ東京スカイツリーだけではなくて、東京ソラマチ館内でもイベントの予定がございますので、少しご案内させていただきます。3月11日から21日までの期間、東京ソラマチ5階のジェイコムワンダースタジオにおきまして、宝塚歌劇空組誕生20周年記念の宝塚歌劇衣装パネル展というものを開催させていただきます。宝塚空組大劇場公演の初回から現在までの公演ポスターの展示、それから新旧トップスター真風さん、そして浅香真人さんの衣装の展示もそちらで行われる予定となっております。ぜひ期間中に東京ソラマチ5階ジェイコムワンダースタジオの方にも足をお運びくださいますようお願いいたします。さあ、それではお名残はつきませんが、最後のメッセージをいただくお時間となってしまいました。会場の皆様、そしてこれから宝塚歌劇 in 東京スカイツリーご来場いただく皆様に、若狭さんからメッセージをお願いいたします。はい、本日はありがとうございました。私もこのような夜景の中で宝塚の映像を拝見できるという貴重な経験ができて、本当にこう私もファンに戻ったような感覚といいますか、すごく興奮しているんですけれども、それをまた舞台でお届けできるようこれからも頑張りますので、よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。どうも鈴子さんにお話を伺わせていただきました。それではこれからはフォトセッションのお時間とさせていただきたいと思います。